じゃあ私はこれで。すみません、お先に失礼しますね。よ、見ろよあれ。大丈夫か。ええ、お待たせしてしまって。今店を出た。車はまだか。急な追いつけだったもんでな。お嬢様の具合は？問題ない、そっちがすぐに来れば。了解、あと5分くれ。少し車を待つ。ごめんなさい、やっぱり気分が。時間がかかりそうならタクシーを。わかった、通りまで行ってみよう。飲みすぎちゃったみたいで。祖父には内緒にしてくれます？余計なことは言わない。ねえ、大丈夫？よかったら俺らが女の子を送ってくよ。いいんだ、間に合ってる。うちすぐそこなんだ、タワマンの30階。おいでよ、みんなで解放してあげっからさ。おい、おさむくんが親切で言ってくれてんのに無視かよ。どうも、僕がおさむくんでーす。どけ、俺一人でよけりゃ後で好きなだけ付き合ってやる。何舐めた口聞いてんだ、おっさん。トラブル発生、車はまだか。到着まで3分、何があった？後で話す。少し休んでるといい。あの、大丈夫なんですか？俺らはこんな時のために呼ばれてる。どっかいいとこのお嬢様なのかな。大丈夫、うちの親もね、聞いたら絶対知ってる会社の社長。いいの、俺らに手出したらただじゃ済まないよ。お前らも今回り右すりゃ無事に帰れる。さもなきゃこれから起きることは全部お前らの選んだ結果だ。おさむくん、こいつやる気だよ。まあおじさんはお仕事でやってんだろうしな。それにさ、恋ってのは障害があるほど燃えるもんだ。さあ、お嬢様にいいとこ見せちゃおうぜ。よせ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 、俺の車。マジかよ。お前、誰に手出したか分かってんのか。ただじゃ済まねえぞ。案外優しいんだな。はあ？自分がこれからどんな目に遭うかより俺を心配してくれんのか。いや、ちょっと待ってください。思い出しました、あなた、マルヒナの社長の息子さんですよね。マルヒナってあの有名な商社か。どうしてそれを？去年祖父の誕生パーティーに来てくれましたよね、お父様と一緒に。え、もしかしてあなた荻窪幹事長のお孫さん？ええ。これはとんでもないこと、申し訳ございません。今夜は留学先の中東の友人が日本に遊びに来ていたので、初めて六本木に来てみたのですが、あなたたちもよく遊びにいらっしゃるの？いやいやいや、僕らもたまたまです。本当に何とお詫びをしてよいか。いいえ、私もこんなに酔ってしまって。
お互い今夜のことは忘れませんか？もちろん。私は今夜何も見ていませんし、誰とも会ってません。私どものことも幹事長にはご内密にしていただけますか？ええ、ありがとうございます。本当にすみませんでした。よかったのか、あんなやつ見逃して。気にしないで。そんなことより今はもっと大事なことが。ん？お願いだから早くどこかで私を休ませて。おい、車どうなってる？いつまでかかってんだ？もうすぐ、あと3分。さっきも3分って言ってたじゃねえか。気持ち悪い。Not the man till you beat the master. You got the plan, then we get the action. I got the answers to what you're asking, but can you handle a hand to hand? If you're not advancing, there's no advantages. It bring madness, syncing up with the savages. With bad habits by the way of the dragon, a fight within. Get ignited from real passion, the ties within. Heavy wind, I've been traveling. Now you know me as somebody that you never knew a face. She ain't never seen a ghost of my old truth. Burning through the pages of my soul, leaving no proof. Only ashes whisper for the memory of my past, but it's no use. And if I got a second chance, I had no clue. I'm in the shadows, hiding where I'm supposed to. And you probably wouldn't believe it if I told you. The only way you gonna see it if one I showed you. One man walking alone, lost in land, running from home. One chance, right in the wrongs, no one understands you.間違っているかどうかが満ちるべとなっていた頃の空はどんな色。波立て流れること諦めたような悲しみさえ終えずにもなることを拒んだあの時の叫びさえ僕を殺すこともできず今日も物と生かすの気出すことなく注がれるこのガスを報われるかどうかで選ぶ選択肢変わるわけない。あるはずないだろう。バカ見るかどうかは俺次第。全ての間時の中で僕らいつか笑えるかな。任務ご苦労様でした。ただその後がよくありません。おつまみとはいえもう少し野菜は取らないと。いつでも俺を監視してるってわけか。迎えをよこさなくとってもう戻るつもりだった。そうでしょうね。もちろん疑ってなどいません。この車は禁煙ですので。さっきの店でもっと吸っときゃよかったな、シャバの空気を。お前は極道の世界に仇を巻き込む下道だ。地元で不甲斐女とか火を殺せ、撃ち殺せ。
見えるか桐生一馬君。つい今しがた大道寺実先生が亡くなられたと知らせがあってな。誰だあんたは。私は政治家としてのいろはを全て大道寺先生に教えられたものだ。口封じの賄賂ってことか。いろいろ調べさせてもらったよ。養護施設のことを気にかけているんだって。それを気持ちよく受け取って全ての秘密を守るという意思、それさえ示してくれればいいんだ。全てを秘密にしたいのなら俺の条件を飲め。なんだと？自分が何を言ってるのか分かっているのか？なめるなよ。命が惜しくないのか？場合によってはお前が大事にしている人間も巻き添えになるぞ。やってみろ。いろいろ調べたんだろ。俺を本気で怒らせたらどうなるか試してみるか。なら貴様が秘密を守るという保証はどうしてくれる。死んでやるよ。何？あんたの力でこの病院で発行した死亡届を作ってくれ。そうしたら俺は一生消え続けてやる。今日もご精が出ますね、桐生さん。そう思ったんなら声をかけねえもんじゃねえのか。これ式で雑念が入るようでは修行と言えませんよ。なかなか手厳しいですね、花輪さん。この人はただの居候ですから、住職もどうかお構いなく。お気遣いありがとうございます。次の仕事が入りました。コードネーム上流としてのね。仕事ならこの間用心棒に行ったろ。荻窪豊の孫娘のとこに。何ヶ月前のことですか。あと荻窪先生は我々大道寺一派の中でも指折りの実力者。呼び捨てはご遠慮願います。会ったこともねえのに先生は無理だ。伝説の極道だったとはいえあなたはもう少し立場をわきまえるべきでは。ここでずっとただ飯食べてるだけでは居心地も悪いでしょう。俺はあんたらの秘密を墓まで持っていくと誓った。はい。大道寺実ってフィクサーが戦後から死ぬまで政治経済を裏で牛耳ってきた歴史、そいつを蒸し返されたくなきゃ俺らはお互いに犠牲を払う必要がある。俺は自分の死を偽装して人生も名前も捨てた。あんたらは俺の飯代だけだ。ただ飯食べてるだけってのは言い過ぎじゃねえのか。飯代以外に朝顔へ援助していることもお忘れなく。沖縄のあの児童養護施設はずっと資金なんですよ。大道寺からとバレないよう匿名の口座をいくつも使ったり手間をかけて寄付してます。大した額じゃありませんが急に打ち切ったら子供たちが不憫ですよね。なかなかいい勝負ですな。仕事は年に数回の頼みです。それにあなただって我々に敵でないと示し続けた方がいいはず。
約束とはお互いの信頼によって支えられます。そして信頼は日々のコミュニケーションによって育まれる。ご心配なく。例によって簡単な任務ですよ。汚れ仕事でもない。これでもあなたのことは特別扱いしてるんです。敬意を表してね。さて、今回の任務を端的に言えば密輸の警護です。その時点でもう違法に聞こえるな。元極道が固いこと。別に誰かを傷つけたりするものじゃありません。依頼主は某アジアの独裁政権下で反政府組織をまとめるリーダー。我々の目には自由を求める革命家ですが、その国ではテロリストとされています。テロリスト。彼は日本で調達したある物を軍資金として自分の手元へ取り寄せたいと考えました。そこで我々大道寺一派がその輸送を手伝うことに。そんな話で俺に何ができる？まあ聞いてください。彼は物の輸送をまず CIA に頼りました。共に独裁者を認めず自由を愛する同志ですからね。そして CIA はこの手の大掛かりな闇仕事を大抵我々に相談してくるんです。具体的には有望な革命家の物を日本から送ってほしいと。ただし日米が関与した証拠は一切残さずに。物ってのは？大量の金塊です。今時紙幣でも仮想通貨でもなく、おかげで人手がいります。なるほど。あなたの任務はその金塊を船に乗せるまでの警護です。現場には私や一派の他のエージェントも大勢います。結局桐生さんは持ち場に立っているだけでいい。簡単な仕事でしょ。大道寺ってのはもっと愛国心がどうのって集まりじゃなかったのか？随分俗な仕事をするんだな。ですがこれは大道寺の組織力あっての仕事でしてね。金塊の輸出というのは法律上面倒なんです。そこを一派の有力者たちが様々な便宜を図ってみせる。 CIA や革命家は感謝を形にしてくれるでしょう。そうかい。表に出せない金はこういった手段で稼ぐんです。それが大道寺一派の力となる。一見優雅に泳いでいる白鳥も水面下では必死に足をバタつかせているものです。ここでそんな話罰当たりじゃねえのか？さて、私は最近耳が遠くて。問題ないようです。どっちにしても気乗りのしねえ仕事だ。あなたに他の予定はないし、ここ以外の行き場もないはずですが。お忘れなく。もしあなたがここを離れ、世間に桐生一馬が生きていたと漏れれば、我々は約束を破られたものとみなします。その時ペナルティを受けるのはあなただけじゃありません。あなたが人生を投げ打って守ろうとした大事な人や子供たちも。その話は聞き飽きてるし、十分わかってる。そもそも俺から言い出した約束だ。分かっているなら結構です。では仕事の話を続けても構いませんね。今物を乗せたトレーラーがこちらへ向かってます。そうか。とはいえまだ少しかかりそうですね。リラックスしていただいて結構ですよ。物を船に乗せるまで1キロ四方にいる者は全員グルです。彼らも大道寺のエージェントたちです。猛者揃いですよ。あなたはここで一緒に立ってていただければそれで十分。
秘密の取引なんだろう。その割に警備が多すぎる。報酬の大きい仕事ですから、クライアントの手前、しっかり仕事してる感は出さないと。俺らはそのためにかき集められたのか。私は他を見回ってきます。一人で大丈夫ですね。連中は俺のことを知ってんのか。いえ、単に同僚の一人としか知りません。彼らもお互いコードネームで呼び合っています。うっかりご自分から素性を明かさないように。おい、どこに行く気だお前。いや、ただ立って待ってるだけだったんでな。勝手に持ち場を離れるな。この一帯は俺が配置を割り振っている。従ってもらおう。分かった。やっぱあれだな、昔どんだけ偉かろうが年食うと惨めなもんだ。あの堂島の竜でもな、桐生一馬、東条会の元四代目会長。もう3年前か。あんたの死を偽装するとき、実は俺も一枚噛んでいてね。面倒な仕事だったよ。まだ礼を言われてないな。どうした？別に隠さなくていい。俺たちは今同じ組織にいるんだし、たかがヤクザ一人、生きてようが死んでようが実際誰も構えしない。それより俺は興味があるんだよ。伝説の極道っていうのが本当に強いのか。要は町一番の喧嘩屋さんだろう。例えば俺たちみたいな本物相手でもやり合えるのか。なるほどな。何がだ。持ち場に戻った方がいいのか、それとも喧嘩を買ってやりゃいいのか。俺はどっちでも構わねえ。よし、そう来ないとな。お前、相手がヤクザだからってあんまりいじめるな。少しは手加減してやれ。伝説の竜がそんな弱いわけないだろう。もしそうならこいつこの先どんな顔して生きていけばいい。ああ、本当にそうだな。よし、いいな。じゃあ最初はゆっくりと右のパンチから行くか。間違っても一発で倒れるなよ。行くぞ。お楽しみだったようですね、皆さん。ではそろそろ持ち場に戻っていただけますか。幸いトレーラーの到着が少し遅れているようです。皆さんのおたわむれには目をつむっておきますよ。あなたもテクニカルな格闘が板についてきましたね。どうです、合理的に敵を無力化するのは。ストリートファイトよりスマートでしょ。寺ごもりの暇つぶしに覚えただけだ。今の喧嘩もただの暇つぶし。この先の俺の人生もな。喧嘩を生きがいにしてた人の気持ちは分かりかねますね。だったら余計な口挟まねえことだ。以後気をつけましょう。ところでいいのか、俺の素性はもうみんなにバレたみてえだぜ。問題ありません、外部に漏れさえしなければ。あんたは時々大道寺って組織を過信しているように見える。
組織に完璧なんて求めてもいませんが、それでも東城会よりはマシでしょう。ん？2年前にカムロ町の浄化作戦で一掃されましたね。都知事は産経作戦と銘打って、あの時は東城会の会長や幹部たちが真っ先に失踪。今では代わりに関西の近江連合がカムロ町を乗っ取っています。その引き金を引いたのは東城会の一幹部に過ぎなかった荒川真澄。たった一人の裏切り者によって崩れた東城会は本当に脆弱な組織でした。我々もせいぜい学ばせていただきましょう。一応言うと銃返ってくんな、あんた。ではこれ以上悪く言うのはやめておきます。あなたが組員として人生の大半を捧げた組織ですしね。俺だけじゃねえさ。俺にとって大事な人たちはみんな東城会と切り離せない人生を送ってた。それが煙みてえに消えたなんて、どう言われても実感が湧かねえ。これを言って慰めになるか分かりませんが、うん、ヤクザが大っぴらに生きていける時代はもう終わりました。あなたがいたところで東城会は消える運命だったと思います。今関西から押し寄せている近江連合にしても、いずれは同じ末路でしょう。時間の問題です。あんたの言う通りだった。何がです？確かに何の慰めにもならなかった。それは残念です。トレーラーが入ってきた。予定より10分遅れた。了解しました。周囲に異常は？トレーラーを先導するバンが一緒に向かってきてる。問題ないか？トレーラー以外にも車が？ああ、黒いバンだ。トレーラーはその後ろについて走っている。では2台ともすぐに止めてください。トレーラー以外の入場は計画にありません。止まれ！止まれ！こっちだ！違う客か。おい、こいつら何だ？コンテナに物はなし。取引は中止。繰り返す。取引中止。現場にいない者は即時撤収。こいつが花輪ですわ。おい、手貸せ！行くぜ！何を？花輪？やめろ！そいつやな！よし、乗せろ！
花輪をさらうのが本当の狙いだったのか。金塊運びはそのための茶番。何者だ。お前まさか。一体何が。考えるのは後だ。立てるか。奴ら私をさらおうと。でもなんで。花は。ええ、自分の身は自分で守ります。できるだけ。ああ、よく言った。大丈夫か、花は。生きてるな。ええ、なんとか。怪我は。それより我々も早くここを脱出しないと。すぐに警察や消防が来ます。我々は彼らに見られるわけにはいきません。そこまで頭が回ってりゃ大丈夫だ。花はさん、賊は全員逃げていきました。こちらの怪我人は多数、3人が死亡です。何。そうですか。急げ、もうそこまで消防が来てる。不当で死んだエージェントの一人、あなたに喧嘩を売ってきたものでしたよ。因果応報ということでしょうか。死んだ3人は金属バットで派手に頭蓋骨が陥没していたそうです。最初から相手が死んでも構わないという殴り方だ。死体はどうした。始末しておきましたよ。この先も表に出ることはありません。こういう時のために死んでも騒がれない人間が使われているんです。あなたと同じようにね。そうか。お前まさか。キリュウ、どうしました。いや、なんでもねえ。花は、昨夜の目出し帽たちが誰か当てはついたのか。疑わしいのは今回の密輸を持ちかけてきた依頼主ということになります。例の某独裁国家の革命家ですね。なぜなら彼と CIA 以外、事前にあのトレーラーへ兵隊を潜り込ませることはできません。そして敵がもし CIA だったなら、私なんかをさらうのにあんな手間をかける必要はない。革命家。ところが改めてその革命家に問い合わせたところ、全面的に否定されました。金塊密輸の話自体が寝耳に水、 CIA に物を頼んだ覚えもないと。どういうことなんだ。我々の仮説としては、全く正体不明の何者か、ミスター X が革命家になりすまし、CIA に茶番の密輸話を持ちかけて我々を引きずり出した。その目的はなんと、この私をさらうこと。あんたを。
何のために？それがさっぱり。私は組織のしがない末端で、大掛かりにさらうような価値はありません。ミスター X に話を聞かなければ、昨夜起きたことが何だったか分からずじまいでしょう。今大道寺一派の総力を挙げて探しています。これまでのところ手がかりはゼロですが。しがない末端のために大道寺が総力を挙げると思えねえが。痛いところをついてきますね。確かにそうです。ですから私としては他の線からも独自に調べを進めようと思った次第です。それで今日はこちらへ伺いました。ん？桐生さんはお気づきだったか。目出し帽のうち何人かは和彫りの入れ墨を入れていたんです。特に死んだエージェントを襲った般若の男にはこれ見よがしなのがね。俺は見てねえな。そいつとは勝ち合わなかったようだ。入れ墨は見事なものだったそうで、それなりの組に入っている極道ということでしょう。つまり横浜には古くから青龍会という組があります。彼らが昨夜の襲撃に加わっていたのかも。少し様子を伺ってきてもらえませんか。もちろん事務所の外からで結構です。いや、入れ墨のやつがいたからって地元の極道とは限らねえ。ミスター X につながる線としちゃだいぶ薄い。ええ、もっと有力な線は他のエージェントたちに追わせてます。ですが極道を調べるならあなたが適任ですよね。私は真実を早くつかむためにできるだけ多くの線を追いたいんです。なるほどな、分かった。いいんですか？その代わり俺もミスター X の正体に興味がある。何か情報が来たらこっちにも教えてくれ。珍しくやる気ですね。もしかしてまた私が襲われないかと心配を？だとしたら感激です。まあそうかもな。どうも違ったようですね。ともあれ気をつけてください。青龍会にもあなたの顔を知る極道がいるかもしれません。とりあえずは事務所に異常がないか遠巻きに見るだけで結構ですよ。おう、なんだお前。どうも、お出かけで兄貴。また例のソープっすか？うるせえよ、仕事で行くんだ。人聞きが悪い。すんません。まあいい、お前も連れてってやる。もともと空振り覚悟だ。おお、これてめえ人様ん家を覗き見か。あんたらはとぼけんなよ。とっくに分かってんだろ、青龍会のもんだ。落ち着けよ。俺はここで一服してただけだ。
誤解させたんなら謝る。ええ、極道に囲まれてそんな不手面してなきゃそれで通ったかもな。分かった、もう消える。それで勘弁してくれ。そうはいかねえ。どういうつもりで覗いてたか洗いざらい吐いてきや。遠慮すんな、うちの事務所の中に入れてやろうってんだからよ。こんな遠くから見てたって何も分かりゃしねえぞ。ところでお前、大道寺の人間なんだって。何やっと驚いたみてえだな。どういうことだ。さっき匿名でメールが送られてきてな。それがこの写真でよ。ご丁寧にお前が大道寺の人間だってメッセージ入れてな。俺らを覗いてるつもりが他の誰かさんに見張られてたんだよ。お前はざまあねえ。大道寺の人間ってなんだ。そんなのがうちに何のようだ。その写真を送ってきた奴に心当たりは。他に何て言ってた。いや何も。ただそいつの言う通り、お前がこの場所でうちをデバガメしてやがってのは確かだ。おら、おら、てめえ。その写真の送り主には興味がある。だがお前らに用はない。ここは黙って行かせてくれ。バカか、寝言は寝ていえ。奴が誰か知りてんだ。ふざけんな。そういや一応聞いとく。お前ら昨夜不当を襲わなかったか。ああ、何の話だ。だよな、そんなこったろうと思った。この写真の送り主、メールしてきたのは今日が初めてか。てめえに答える義理があるかよ。確かにねえな。もう俺のことは忘れろ。俺も忘れる。覗きを袋にするつもりが返り討ちにされたなんて誰にも知られたくねえだろ。青龍会の看板に傷がつく。どの道もう二度と会うことはない。騒がせて悪かったな。おい待てよてめえ、このままで済むと思ったのか。おい、なるほど。では青龍会と不当の襲撃は無関係だと。多分な。そっちだって最初からそう思ってたろ。それより花は、誰かが俺を覗いてたことの方が問題だ。そいつは俺が大道寺の人間ってのも知ってる。ええ、匿名メールの差出人ですね。タイミング的に不当の襲撃犯と同じ一味でしょう。つまりそいつがミスター X 本人、もしくはその仲間です。さらに言えば、今この瞬間もあなたは彼らに監視されているのでは。ああ、実は背中に視線を感じてる。ずっとつけられてたようだ。尾行は負けそうですか。やれないことはね。だがせっかくの手がかりだ。もっとうまい使い方があるんじゃねえか。と言いますと。人気のないとこに誘い込んで逆に捕まえる。
そいつらを絞り上げてミスター X の情報を聞き出せばいい。つけてきてるのはせいぜい二人ってとこだ。なるほど、確かにあなたならわけないですね。わかりました、私もそちらに向かっています。一応お気をつけてと言っておきますよ。俺に用があるんじゃねえのか。思ったより多かったな。怪我さす気はないんや。おとなしゅうついてきてくれませんか。俺らはもうあんたの正体を知っております。やっぱり死んだっちゅうのは嘘やったんですな。ギリアさん、誰かと人違いして何の話か分かんねえよ。だがお前らが何者かは改めさせてもらう。そりゃ随分虫がええんちゃいます。お前は顔隠さなくていいのだ。他の奴はみんな隠してます。俺はあんたの敵ちゃいますわ。せやけど場所変えて話せませんか。ここにはすぐ大道寺の人間も来るんやろ。さあな。やっぱりお前の話は何のことだか分かんねえ。そういうことやったらまあ腕ずくで化けの皮剥がしたろ。お前らええな。相手は堂島の竜や。殺す気でかからんとやられんで。気張っていけ。シェーえい、あらー、覚悟はいいか。うわぁ、ケアシュ、シリアケアシュ、うわぁ、うわぁ、やっとお顔を拝ませていただけましたな、キリュウさん。面白い。真打登場ってわけか。誰なんだ、お前らは。今からでも遅ない。あんたがおとなしゅうするんやったら全部話したる。そいつは聞けねえ相談だ。じゃあな、それでこそ堂島の竜や。行くぜ。誰だ、お前は。俺ら大阪から来ました。八代目近江連合や。桐生一馬やのうても
近江くらい知っとるわな。近江のもんが横浜で何してる？決まってるでしょうが、あんたを探しに来たんです。大阪にはまだまだ桐生一馬の死なんぞ信じもんがおるっちゅうことですわ。昨夜不当で襲ってきた目的は？もしほんまに桐生一馬が生きとったなら、誰かが大々的にその死を偽装したはずや。警察や役所にも顔の利く権力の持ち主がな。で、あんたの死んだ広島でそんな真似ができる連中といえば、真っ先に浮かぶんが大道寺一派や。そん中であんたとつながってそうな管理者を捕まえたかったんです。あんたが生きているかどうか、もし生きとったらどこにおるんか聞き出すために。花輪のことか？ええ、まずはよそのテロリストのふりしてアメリカさんに金塊の密輸を持ちかけました。多少怪しまれたでしょうが、気前を手数料弾みましたんでね。そして CIA は俺の読み通り、日本での金塊輸送を大道寺に丸投げした。そこまでやって初めて俺らは大道寺の実動部隊を引きずり出せたんです。初めから CIA が大道寺に頼るのを見越してたってわけか？そうです。けど昨夜の不当にあんた本人がいるのを見つけた。ならもう管理者なんぞに用はない。直接あんたに接触したらええ。その用済みの管理者がお迎えに来てくれたぜ。さすがですね、上流。自分をつけてきた連中を一網打尽とは。ただ確かあなたは相手を二人程度と見積もっていたはずです。結果オーライってことでいいだろう。まださらにお仲間がやってこないとも限りません。すぐに場所を変えた方がいいでしょう。そちらお名前は？名前はまだだ。近江連合のもんだってとこまでは聞いた。では続きは車の中で聞きますよ。時間はたっぷりありますから。なるほど。では近江連合は桐生一馬を探そうとして昨夜の襲撃を？ああ、ただの人違いだってのにずっと俺を桐生と呼んでる。なんぼとぼけだって無駄やで。俺は命じられた仕事を完了させるだけや。興味深いですね。あなたがそれを誰に頼まれたか全部聞くまで返しませんよ。俺の尋問はあんた一人か、花輪さん。それが何か？要するに今桐生さんに張り付いとるのはあんた一人きり。せやな。どういう意味だ？お前は何を？見てたぞ。今バンがわざとあの車に体当たりしてったんだよ。犯人の男。やべえぞ、行こう。一緒に来てください、キリアさん。俺らはあんたに力を貸してもらいたいんや。俺はキリュウって男じゃねえ。だが売られた喧嘩は買わせてもらう。
なるほど、大道寺一派に首ははめられとるわけや。せやったらそれは俺らの方で外して差し上げます。何、獅子堂やったれ。今ここにおる大道寺はそいつ一人だけや。殺しに何の躊躇もなしか。どういうつもりだ。そういうあんた、大道寺の犬になり果てたんか。何が伝説の竜や。笑わすな。花は離れてろ。みんなあんたが邪魔らしい。そのようで。獅子堂、どすはあかんで。キリュウさん殺してどないすんねん。ほな、半殺しでやめときます。好きにほざいても。行くぞー。